こんにちは、花屋レモさん。今回のね、好奇心と疲れの関係なんですけども、これはね、あのランナーズハイっていうのがあるんですよ。ランナーズハイっていうのは、まあ、主に陸上の選手が長距離を走っていて感じる現象なんですだそうですけども、なんかね、 42.195キロの20キロぐらいまではね、ものすごくこうきつくなってくるらしいんですよ。どんどん体力が消耗していって、もうなんでここまで自分は走らなくちゃいけないんだ、まだ半分じゃないか、あと半分頑張れみたいなね、自分に対してすごく励ましたりとか、くじけそうになる時期があるそうなんですよ。でも不思議と 42.195キロの30キロぐらいまで走り込んでいくと、なんか疲れがふっとね、感じられなくなってきて、なんかその走りながら、あ、すごく心地いい風の匂いがするなとか、周りの景色綺麗だなとか、自分の呼吸すごく整ってるなっていう風に、自分のことをすごく客観視して見れてね、まあ、いわゆるそのドーパミンとかエストロゲンとかっていうなんか難しい言葉になってくるんですけども、その疲れを感じる精神が抜けてですね、恍惚状態に入るらしいんですよ。すごく気持ちよくなって楽に走れるらしいんですよね。まあ、だから走り込んで、あの 42.195キロを何回もやってくると、そういう風なね、その一流の状態に入れるらしいんですよ。これがまあランナーズハイっていうんですよね。で、人はいつもね、あの感じるものがあると思いますけども、ものすごく好きなことに熱中していると、なんかね、眠くもならないし、お腹もすかないしね、その精神も安定してくるみたいなね。で、そう考えていくと、疲れたりイラついたり不満を感じたりっていうのはハイの状態に入ってなくて、まあそこそこのレベルまでしか行ってませんよってことなんですよ。で、ほとんどの人はその不満を感じたレベルでやめてしまうんで、一流の方にはいかないらしいんですよね。もう本当三流とか五流で終わるらしいんですよ。疲れたからやめました、限界を感じました、やめました、なんかそのそれ以上好奇心もね、意欲も続かないってことなんですよ。だから、あの精神が支えないといけないフェーズを超えられずに、精神が参ってしまって、で体力とか気力とかもどんどん衰えていくみたいなね、いわゆるこの普通の人のポジションらしいんですよ。で、ランナーズハイっていうのはそこを超えたところにありますから、これはね、あの麻雀の桜井会長も言われてたんですけども、その打数を重ねることによって、だいたい1週間で100半チャンっていうのがそのレベルに来るらしいんですけども、1週間に50とか60半チャンぐらいをするとだいぶ疲れてくるらしいんですよね。だから1週間に100半チャンとか200半チャンを超えるとランナーズハイって言って、ものすごく打牌も安定して、で精神も安定して、全体がよく見えるようになる、ランナーズハイの状態に入るんだっていうのね、そんなことをね、どっかで言われてたんですけども、この感覚なんだろうなと思いますよね。じゃなかったらサイトを1万個とか作れないですよ。サイト1万個作ったり、毎週セミナーやったりとかね、ヘトヘトになるわけです。普通はヘトヘトになるんで、やめたり、休憩を設けたりとか休暇に入ったりするんですけども、休憩をしちゃうとね、ランナーズハイの状態永遠に見えないんですよ。だから群を抜いた結果を出す人とか、それからね、ものすごいね、打数を重ねる人とか、量の多さ、これはね、もうランナーズハイの状態ですよね。漫画で言ったらね、手塚治虫さんとかね、あの人はね、生涯で400作品以上出してるんですよね、単行本になったレベルで。だから手塚治虫全集とかってのを買おうと思ったら400巻以上あるらしいんですよね。でしかも単行本化されてないものとか、単行本化されたんだけども手直ししてるやつもあるんですよ。雑誌に書いてる時はこうなんだけども、単行本にする段階では全然変えたとかね、まあ、ひどい時には200ページ書き換えたみたいな作品もあるわけですよ。それこそヒット作品を生涯のうちに1本生み出すのも四苦八苦しているプロの漫画家さんがいる中で、書いたやつ全部ヒットしてるみたいなね。でほとんど漫画化じゃない、アニメ化しちゃうみたいなね。なんだこれはみたいな。あれも完全にランナーズハイの状態で、あのお亡くなりになるその直前まで、あの連載を3本抱えてたよね。その3本の連載を病院のベッドで書きながら、3本の連載途中でお亡くなりになるみたいなね。まさにね、その自分の作品の中に人生を見出した方なんではないかなと思いますけども、やっぱりプロのレベルってのはこういうもんなんだろうなと思いますよね。そう考えていくと、大抵の方がプロのレベルに行かずに、そこそこのレベルという、真剣ではなくて熱心のレベルで終わってしまうんではないかなということなんですよね。でよく好きなことを仕事にすると、
好きなことがね、好きじゃいられなくなるって言いますけども、それもだからそこそこのレベルなんですよね。で、そう考えていくと、その備前君の例じゃないですけども、好奇心が疲れに負けるっていうことは多分その程度なんですよ。ですんで、そこそこになっちゃうのかなと思いますよね。そう考えていくと、このものすごく一生懸命ね、走ったりなんだり木登りやったりする中で、新しい好奇心に心奪われて、それまでの疲労がぶっ飛んでしまうっていうのはものすごく充実した、そういうふうなレベルなのかなと思いますよね。まあね、うちの例、大和君の例ではないんですけども、そうね、鼻風を引いたりするんですよ最近ね。でも面白いおもちゃとか、それから公園で靴を履いて走り出すと、もうね、全然表情も変わってキャッキャッキャッ走ったりするんですよね。で、逆にいたわるとね、なんかね、シューンとしたりとかだからその好奇心っていうのは、もしかしたら最高の療薬になるんじゃないですか、薬剤に。ね、花井さんも覚えがあるかもしれませんけども、自分の好きな女の子の前に行くと全ての悩みとか疲れとか吹っ飛ぶんじゃないですか、逆にね、なんか余計疲れたわみたいな人もいるかもしれないですけどね、お前に会ったら余計疲れたわみたいな分かんないですけども、なんか人はだから、みんなではないんですけども、結構精神に支配されてるところがあって、精神力にね、なんか気力が充実するようなそのシチュエーションとかね、それから誰々のことを思うと頑張れるとかあると思うんですよ。逆にね、誰々のことを考えるとその人に甘えちゃうっていうのも、それもまあ精神の作用なのかなと思いますし、誰かに頼られてると思ったら、なんかね、人並み以上の力が出るってこともありますし、とかく人は精神の、生き物なのかなと思いますよね。あれ、これなんかさっきどっかで言ったような気がしたんですけども、重複したらすみません。それは何かっていうと、人間とね、人間以外の生物を分けるとしたら、それは本能のままに生きてるのか、自分の精神力が本能を支配しているのかってことですよね。たまにね、本能がむき出しになって、本能が理性を支配しちゃうような、そんな人もいますよね。なんかぐさっと刺してしまったり、感情のままにね、叫んでしまったりとかね、ありますよね。人それぞれか、人生いろいろと。でも自分の思い描いた人生にたどり着くかどうか、そこまで走り切ることができるか、しかも楽しく朗々と高骨感に満ちてね、ランナーズハイっていう状態が、一つのキーワードなんじゃないかなと思いますよね。ランナーズハイね、なんかこの過酷であればあるほど乗ってくるみたいなね、もうワクワクしますね。もうどうせ戦いを挑んで討ち死にするなら、より強大な敵と戦って死にたいみたいな、いや、そんな感じじゃないですか。いいっすね、好奇心旺盛で、花よりも万歳で頑張ってください。いってらっしゃい。